国道17号起点日本橋中央の日本国道路原表国道17号は東京都中央区から新潟県長岡市を経由して新潟市中央区に至る一般国道である日本国道路原表があることでも知られる東京都中央区の日本橋を起点に高崎市の君がよ京都を交差点にかけては五街道の一つである中仙道群馬県北部の一部及び 新潟県内の大半の区間では三国街道をたどる。群馬県内及び新潟県内の大半の区間では関越自動車道と新潟県内の国道8号との重複区間では北陸自動車道と並走しており、関越道は道路線の番号を継承した E17 が不番されている。鉄道路線ではほぼ全線にわたり高崎線、上越線、上越新幹線と並走する。 東北新幹線とも並走する。東京都内から群馬県内にかけては、現道とバイパスが並行して存在している。このバイパス区間は新大宮上げを道路、熊谷渋川連絡道路として、地域高規格道路に指定されている。国道の振動が開通すれば、旧道は国道の指定を外されることが多い日本の国道の中でも、その旧道が、 国道指定を未だ解かれていない珍しい路線でもある。活動路線は新道、旧道ともに国直轄国道であり、非常に珍しい。また、群馬県と新潟県の県境を越える唯一の通行可能な一般道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道17号は、 中仙道の一部及び三国街道の一部を継承する路線である。三国街道は関東と越後を直接結ぶ唯一の道として江戸時代より重視され、1877年には国道一等に指定された。1885年の内務省国時代6号、国道表では国道5号、東京より新潟港に達する路線及び国道8号、 東京より、新潟港に達する別路線として指定された。この8号は、三国街道が通る三国峠ではなく、その北の清水峠を通っていた。三国峠は、その前後にも峠があるのに対し、清水峠は、峠が一つだけであり、さらに距離も短くなるからである。三国峠越えの道は、国道から県道に格下げされた。さらに、新越本線が開業して、 鉄道で東京と新潟が結ばれたこともあり、三国峠の通行者は激減した。1920年4月1日、並行する国道があるからという理由で、三国峠越えの道は県道からも降格されている。清水峠越えの道は、1873年に民間の資金によって新しく開かれた登山道程度の道であったが、国道に指定されたことにより、 国家事業として改良が行われ、1885年に完了した。しかし、冬の厳しい気象条件のために次第に荒廃し、対象になった頃には、廃道同然となっていた。1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では、清水峠越えの98号に当たる路線はなく、群馬、新潟県境を通る国道はなくなった。この路線認定で、 現在の17号に相当する路線は、前橋までの国道9号、東京市より、群馬県庁所在地に達する路線及び、95号を継承する国道10号、東京市より、秋田県庁所在地に達する路線の東京、高崎間、小路や新潟間である。清水峠越えの道が、実質通行不能であることを受け、1921年4月1日、三国峠を、 含む道路が沼田6日、朝鮮として、再び県道に指定された。1934年5月1日の内務省告示第251号によって、国道9号が三国街道経由で、新潟市まで延長されて、東京市より新潟県庁所在地に達する路線となり、現在の国道17号のルートとなった。これは、 東京と満州を結ぶ最短ルートとして三国峠越えの道路が注目されたためである。これまでに述べたような状況により、当時の三国峠は改良が全くと言って良いほど行われておらず、自動車の通れる状態ではなかった。1940年より三国峠の改良工事が開始されるが、第二次世界大戦の戦況の悪化により中断された。工事が再開されたのは、 戦後のことである。この工事はほとんど新設同様の改良工事になったが、カーブの終始端に挿入する緩和曲線に積極的にクロソイド曲線が用いられ、後に日本で初めてクロソイド曲線を使用した道路として、群馬県側の沿道に記念碑が建立された。1957年に三国トンネルは貫通し、1959年6月に共用開始され、 群馬、新潟県境に初めて自動車の通れる道が通った。改良工事中の1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で99号がそのまま一級国道17号として指定された。東京と新潟を結ぶ一級国道17号の新潟県内の道路改良新ルートの選定については交通網が三国山脈によって阻まれていた。 新潟の地元民にとっては死活問題で、これには田中角へも関与した。魚沼市内の国道17号のルートは、魚の川右岸に沿う小出のルートから、橋を渡って左岸の堀の内を通り、さらに越後川口で再び橋を渡って右岸に戻るルートを通る。この経緯は、道路特定財源の導入と道路法全面改正の提案をして、 各地の道路整備を推進した田中が、建設省道路局が一級国道の道路改良をするため、新ルート計画を検討していた1962年に、新潟県小出町、堀之内町の国道17号の新ルートを、自分の公園会長の地元がある、堀之内町川を通過させるように同局に指示したためである。1965年4月1日に、 道路法改正によって1級、2級の区別がなくなり、一般国道17号となった。1977年3月8日夜、渋川市から新潟方面に向け上越線と並走する区間で落石が発生。下り急行電車が落石と衝突して、脱線、先頭車両が線路から脱線して、国道17号の路上へ落下する事故となった。 起点の日本橋から室町山頂尾目交差点まで国道4号との徴用区間である。秋葉原付近では万世橋交差点、昌平橋交差点、神田明神下交差点とクランク上の経路で進路北西に向ける。湯島聖堂前交差点からの本郷通り区間は片側に車線となっていて本郷山頂尾目交差点で国道254号が分岐する。 東京大学の横を通り、東京大学の音楽部正門前の交差点で、左折して本郷通りと分かれ、白山上交差点から旧白山通りとなる。東京大学の音楽部前から、仙国駅前交差点までの区間は片側1車線で、自転車レーンが両側に整備されている。日本橋から仙国駅前交差点まで、江戸時代の中仙道の道筋とほぼ重なる。 戦国駅前交差点から白山通りに入ると、片側三車線となる。その後、菅も駅付近を通り、明治通りと交差する西菅も交差点を過ぎると、再び中線道に入る。この辺りは、おおむね片側二から三車線である。板橋三丁目交差点は、かつて、平尾分けと呼ばれる中線道と川越街道の分岐点だった場所で、同交差点付近は、 川越街道の道筋と重なっている。その後、戸田橋を渡り、埼玉県に入る。戸田橋以北から与野大宮道路の一部区間を除く、埼玉市北区の大西湖線橋を渡った先にある、東大西町交差点までは、片側一車線の区間である。交通量が非常に多く、埼玉市大宮区の桜木町交差点などを、はじめとして渋滞が頻発している。 東大成町交差点から、河野市の三田交差点までの区間は、片側2車線の大宮バイパスの区間で、途中の吉野町 IC で、東京都練馬区から続く新大宮バイパスと合流する。この大宮バイパスの区間では他に、主要な幹線道路がなく、全線の至る箇所で渋滞が発生しており、同区間に並行して、上げを道路が現在整備中である。 埼玉市浦和区の北浦和駅入口交差点から中央区の下落合交差点までと中央区の八幡通り交差点から上落合交差点までは埼玉国際マラソンのコースに指定されている。熊谷バイパスから高野市の三田交差点を経て高野市北部の吹上地区まで片側に車線の道路が続き 熊谷市街地内の片側2車線を除いて、吹上以北から、群馬県境の神奈川橋まで、片側1車線区間となる。国道140号、国道407号と合流する、熊谷警察署前交差点や、深谷バイパスと合流する深谷市の40、坂下交差点本庄市内で渋滞が、発生しやすい。群馬県で最初に通過するのは、高崎市の新町地区で、 新潟方面の下りは自衛隊前交差点以北から東京方面の上り車線は藤岡市の立石東交差点以北で片側2車線となる。藤岡市の北部をかすめるように通過し、カラス川を渡る手前で再び高崎市に入る。交通の要衝である高崎市内では新町バイパス、倉賀野バイパス、高崎バイパス、 高崎前橋バイパスの4つのバイパスが整備されている。高崎市の君がよ京都交差点で、軽井沢、長野方面へ向かう、国道18号及び国道354号が分岐し、以後前橋市の石倉山頂多め交差点まで、高崎前橋バイパスの区間に入る。高崎市と前橋市の市境付近で、関越自動車道前橋インターチェンジを通過し、利根川にかかる、 群馬大橋を渡ると、群馬県の県庁所在地である、前橋市中心市街地に入り、表町一丁目交差点を左折後、道市内を北上する。田口町南交差点で、熊谷方面からの上部道路と前橋、渋川バイパスが立体交差しており、県道は前橋渋川バイパスである。渋川いかインターチェンジから約キロメートル先に、小井沢バイパスが分岐し、 原道は、小井沢バイパスとなる。旧道と、小井沢バイパスの合流後も引き続き片側一車線となる。上越線、利根川と並走しながら、渋川市を北上すると徐々に山合いの区間となり、沼田市を経て、利根郡み上町の月夜の地区を過ぎると、群馬、新潟県境の三国トンネルへ向けて勾配がきつくなっていく。なお、 並行する関越自動車道の関越トンネル区間が危険物積載車両の通行を禁止しているため該当車両はこちらの三国トンネルへ迂回し越境をする。しかし三国トンネルは老朽化や大型車すれ違い混乱などの課題を抱えており新三国トンネルが2022年春頃の開通を予定して建設中である三国トンネルを越えると 南魚沼郡湯沢町に入り、山道としては、比較的直線の多いルートを通る。ただし、湯沢インターチェンジまでの区間は、特定大型車同士だとすれ違いがしにくい。強小トンネルや、高低差を下っていくための180度カーブなども、存在する。三国トンネルの群馬側、新潟側の山道は、冬季の際、チェーン装着か、浮遊用タイヤ装着での走行が必須となる。 この三国トンネルから、魚沼市にかけては、沿線に、スキー場などの観光地が多い区間となっている。湯沢町の中心部は片側に車線となる。南魚沼市からは盆地を通るが、長岡市の川口地区から、小千谷市にかけて、再び山間部を通る。長岡市の古市の大橋井北は片側に車線となり、平野部を通る。国道8号。 国道351号と接続する長岡市の川崎インターチェンジを直進すると、国道8号との重複区間に入り、国道17号は川崎インターチェンジが単独区間の終点にあたる。国道8号徴用区間では、見つけ市、三条市とつばめ市の一部を経て、終点、新潟市へ至る。三条市内の一部区間と、新潟市南区の大野大橋北は、 前線片側に車線以上となる。ここでは、旧道が他の国道や県道、市町村道等に降格され、県道となっている路線は、祭事、旧道が県道のままであり、本来のバイパス機能を持つ路線は、太字で記述する。群馬県高崎市経由区間新大宮上尾道路、熊谷渋川連絡道路経由区間群馬県。 群馬県、新潟県、新潟県、新潟県の長岡市から新潟市にかけての終端部分は国道8号と完全に重複している。道路標識上の案内は重複路線の場合の上位にあたる国道8号だけであり、一般の利用者が国道17号として認識することは困難である。トンネルなど橋梁など道の駅、トラックステーション道路情報ラジオ放送区間、当初は 利根郡水上町内は1 6 1 1ヘルツ、南魚沼郡湯沢町、南魚沼市では5 2 2ヘルツで放送されていたが、現在はすべて1 6 2 0ヘルツに統一されている。なお、南魚沼郡湯沢町、南魚沼市のものは、1980年12月5日に日本で初めて設置された路ソカ放送である。ありがとうございます。